国が朝鮮学校を高校無償化の適用対象から外したのは違法だとして東京朝鮮中高級学校の元生徒62人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日東京地裁であった田中和彦裁判長は国の判断は不合理ではないとして適法と認め元生徒側の請求を棄却した同種訴訟は 全国5カ所で起こされている。先行した広島地裁判決では国が勝訴し、大阪地裁判決では原告側が勝訴。司法判断が分かれている。田中裁判長は判決理由で在日本朝鮮人総連合会、朝鮮総連と学校が密接な関係にあるとした公安調査庁の資料などを踏まえて無償化の支援金が 授業料に充てられる確証がないとした国の判断に、ついて、不合理とは言えず、国に裁量権の逸脱や乱用はないと結論づけた。高校無償化の制度は、民主党政権下の2010年に導入された。朝鮮学校も申請したが適用に至らず、政権交代後に、当時の下村博文文部科学省が適用しない方針を表明。国は13年2月に、 朝鮮学校を対象外とした。現生党側は政治目的で朝鮮学校を排除するのは高校無償化の趣旨に反すると訴えたが、判決は政治目的で対象外にしたとは認められないと知り添けた。広島地裁判決と同様に国の主張を全面的に認めた。7月の大阪地裁は拉致問題解決の妨げになるという政治的な意見で、 朝鮮学校を適用外としたのは違法として国が敗訴し控訴した。他に名古屋地裁と福岡地裁国ら支部でも同種の訴訟が起こされている。<music>